はい、休校中の皆さんの勉強を応援する上場桜学校数学、本日は2020年5月7日、本来ならば4月の当初の方針では本日から学校が再開される予定でした、しかし、えー、もう一回非常事態宣言が延期されましたので、5月末日ということになります、ただ、本日から学校、あのー、の週1回の登校日が始まってますので、また先生や、えー、友達に、えー、今日会えた人もいるんじゃないでしょうか。 で本日は中学1年生の数学の教科書の第7章ということで、資料の活用、その二4ということをやっていきます。金字子と有効数字。有効数字、2桁の5.7という数字が示す範囲はこうであるというような話をします。で私は講師を務めます、船橋市議で予備校講師の朝倉です。でえっと、私たちはコロナの危機の中で今、休校ということになっているんですが、3月の16日に、えー、コロナを乗り越える数式というのを思いつきましたので、紹介しておきます。 コロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるということで頑張ってまいりましょう。で、えっと、幸い、えー、この間、船橋の状況もだんだんと、えー、希望が見える状況になっていまして、あのかんきちんと検査数がこの薄い水水、まああの緑色で書いてありますけど、検査数きちんとやっている一方で、あの陽性数は減ってきておりまして、特にこの1週間は、 175人検査して陽性1人という状態ですのであと少し私たちがあのこの状況を頑張っていけばきっと乗り切れるというふうに思いますそれではあのー、中1、中2、中3分野の、えー、数学の内容ですがこういうふうに並んでいきまして、えー、4月、5月の休校で学べてない部分がこの分野そして、えー、と3月の休校で学べなかった分がこの分野ですのでこれを今集中的に私が解説してまして これをもうすすででに終わりましてで発信しておりままししてて youtube 発信おそしてここのところあの本日、えー、中1のこの分野が最後ということになりますで明日から確率に入っていきますさて、えー、本日は近似値アプロキシメートバリューということをやってみたいと思うんですがあの 実際の正確な真の値が、えー、測定できなかったり、真の値が分かっていても、わざわざそこまで使う必要がないときに使う値のことを近似値と言います。まあ、日本語でいうと、約という考え方ですね。でえー、近似値を考えたときに、実際の真の値とのズレがありますので、近似値から真の値を引いたものを誤差と、エラーと言っています。 例えば、円周率というのは3.141592ていう無限に続く数字ですが、実際計算するときは3.14という近似値で表現しますね。3.14という円周、まあ、率の近似値と円周率の実際の差がこうなりまして、マイナス0.001592というのが、これが誤差ということになります。さて えっと、私たちは普通近似値などを立てるときに四捨五入という方法をまあ考えて使うことが多いんですが例えば四捨五入小数第二四捨五入して5.7とした場合は実際はギリギリ5.65までは5.7に組みられますねそして5.75未満だと5.7に組みられますのでここからここまでが実際に、えー、あの5.7と表現したときの あの四捨五入で5.7と表現したときの実際の真の値が存在する範囲です。数直線にその範囲を書くときには、えー、この含まれる、えー、5.65の方は黒丸で書いて未満の方は白丸で書いてそれを結ぶあるいは、えー、この数直線の上にこう棒の形で表現するときにはこれは真上にの伸ばしそして白丸のところはこう斜めで伸ばして表現するのが約束です。さて真の値を A とすると、A の値はだからこの5.65を含んで、それ以上か、そして5.75未満ということで、こう表記されますね。で、この誤差の範囲は0.05以下ということになります。プラスマイナス0.05というふうに表現することもあります。さて、次に、真の値が、例えば、本当はこの値は、 5.7035902だったとしますしかし、実際この値が正確なはずなんですが、測定機器で、えー、実際はこの5.7ぐらいまでしかこの測定機器だと信頼できないという測定機器で、もうちょっと正確な測定機器で5.70ぐらいまでは信頼できるという場合に、この信頼できる数字のことを有効数字というんですね、有効数字と言います。シグニフィク a n ト Digit というんですが、 でその時に5と7とか5と7と0というのを有効数字と表現します。5.7と表現した時ときと5.70と表現したときは有効数字がその1桁違うんですね。5.70の0なんて省略してもよさそうな感じがするんですけど、これはここまできちんと測定した正確な数字ですよということを示すために末尾の0も省略してはいけません。はい、それでは、えー、次に、 同じ考え方で、まあ、この何点9 9 9け1 0の何乗という表記の仕方があるんですが、えー、5万7035というのが本当の真の数字だったとしますねところが同じ考え方で5と7までしか、えーまあ、信頼できない数字だったという場合にはあの、まあ、それ以外は死者合入しまして5万7000というふうにまとめられるんですねえところが3桁まで信頼できる570まで信頼できるときも それ以外は全部、四捨五入で切り捨てて、四捨五入で整理して、5万7千ということになります。そうすると、この場合、この場合はきちんと有効数字2桁か3桁かの区別ができるんですけど、この場合は、この表記だと有効数字がどこまでか分かりません。よってそれを区別つけたいときには こう表記するんです、ね、5, 5万7万七千というのは5.7に1万をかけたものだということで 5.7×1 万と考えて 5.7×1 万のところを14回かけたものでということで10の4乗と表記します。で、こっちは 5.70×10 の4乗となりましてきちんとこのところをさっきの約束、えーまあ、こっちで使ったように小数点以下で有効数字の。 位置がわかるように表現すると有効数字2桁が3桁かが区別できるということであえてこういう風な表記の仕方をすることがありますそれに有効数字を考えるときにはこうなんですが単純に有効数字ということにこだわらなくても例えば77億という数字は小学校的に表記するとまあ、億というこう日本語を使えないときにはこう丸で表現するしかありません丸8つですね で例えば、長だったら0が,が12個も書かなきゃいけないんです。でそうしたらそれ大変ですで。それで発想を変えまして、7.7、えー、に10億をかけたものだという発,発想をすると、7.7×10 の9乗という表現できるんですね。でそうすると、実はこれ、楽なんです。表記が楽になります。あと、もう一つ大きな理由がありまして、日本の単位は万億兆ということで、4桁ごとの単位なんですけど、欧米では、 ミリオン、あ、違う、サウザントミリオン、ビリオンと言って、3桁ごとに位が変わっていくような言葉の単位を使ってるんですね。だから、ちょっと日本と欧米でその示す単位がの区切りが違うということもありますので、バンコク共通の数字としては、この表記の仕方の方がいいということです。それでは、その表記の仕方に慣れる意味で練習をしてみましょう。このさっき77億と書いたのは、実は世界の人口なんですけど、 じゃあ、これ、なんでこう表現、7.7×10 の9乗と表現されるかというと、これ77000000っていうのを、えー、7.7×10 億をかけたものと考えるんですね。そして、10億というのは、10、100、1000、万100、10万、1000万、1000万、100 00 1, 1億、10億ということで、ちょうど桁数がこの6 9桁ですね。 9桁上がってるもんですということは10を9回かけたものと形でこの小数点がここにあったやつをここまでずらしてその分をここに表現しているというふうに考えまして 7.7×10 の9乗と表現できます、えー、でちなみに日本の言葉になっている多くというのは10の8乗万というのは10の4乗です船橋市民は64万ですので 10万が10の5乗になりますので 6.4×10 の5乗というふうに表現できますそれでは本日は資料の整理分野統計分野の最後ですので4日間やった内容を復習する意味で千葉県公立高校入試の問題をやっていきましょうで3問やりますがそれぞれに実はこの4日間でやった内容の用語の確認ができますので用語の確認できるところ赤で書いてあります これ、今年の問題です。表はあるクラスの生徒36人が夏休みに読んだ本の冊数を度数分布表に示したものである。5冊以上10冊未満の階級の相対度数を求めなさい。こういう、そのある幅を5人ずつのあ、5冊ずつの幅を作って、それに何人いるかを、えー、示したものを度数分布表と言います。で、この1つの区画のことを階級と言っています。で相対度数というのは何かというのをちょっと考えて。 ここの相対度数がいくつかっていうのを考えてみてください。じゃあ次2番。表はある中学校のバスケットボール部に所属する5生徒5人の身長記録様であるこの5人の身長のレンジ、範囲を、えー、次の A からエの位置から求めなさいということでこうですね。この5人の範囲はどうかと。じゃあ YouTube を見てる人はここで止めて考えてみてください。じゃあ答えいきますね。はい。で、まず えとこれ、答えに至る思考プロセスのところ、青で強調しております、度数相対度数というのは、全体の中のその階級の人数が占める割合、十六分の九ですので、四分の一、えー、小数で表すのが相対度数の約束ですので、0.25ということになります。次に、範囲は最大の人と最初の人の幅ですので、この一番背が高い人が178.2センチ、一番背が低い人は163.5センチですので、 でこれが、まあ、一番背が低いと言っても私より高いですね、私161ですので、えっと、それで178.2から163.5を引いて14.7、これが範囲ということになります。それではもう一問、2015年の千葉県の問題です。でこ,これは非常にいい問題というかあの、中学1年生のこの分野で出てくるすべての用語が網羅されたようないい問題なのでや,やってみましょう。 次の図はある生徒の20人が冬休みに読んだ本の冊数をヒッサグラムに示したものであるとでこの20人が読んだ本の冊数として述べた文章のうち適切なものを選びなさいと範囲というのは何かと最頻値というのは何かと本当に5冊でいいのかこれ3つが間違いで1つだけが正解ですよで中央、メジアンというのは何定義は何だったか平均値はど、まあ、平均値は分かると思うんですけど、えー、これでいいのかと計算してみましょうじゃあ YouTube 見ている人は止めて、実際にどれが、3つが間違って1つが丸なので、ちょっと考えてみてください。それじゃあ、いきます。でまず、範囲は最小と最大の差、最大から最小を引いたものですから、5冊ですから、これ、あはツですね。4冊ではありませんので。で次、最頻値というのは、最も、えー、とその数が多いところです。5あの5 5冊という 本の冊数が多いというじゃなくてそこの、その冊数を読んだ人の数が多いということですね。20人中、なんと7人も3冊、3冊読んだ人が7人もいますので、このグラフが最も上になるところということで、3冊ですので、これ5冊じゃなくて3冊ですね。じゃあ、その次、中央値なんですが、中央値というのは、えっと、小さい方から順番に数えてもいいし、大きい方から順番に数えてもいいんですが、 そのちょうど真ん中の位置にある人の値です。で、20人ですから、真ん中の人はいないので10人、10人目、前半グループの最後尾である10人目と、後半グループの最前列である11人目の間の平均が中央値になります。さて、えー、じゃあ、これ、端から、計何になるか、えー、数えていきましょう、小さい方から、えー、っとここ2冊ですねで、ここまで数えると、計5冊あ5 5、5人になります。 でそしてここまで数えると9人になります。ということは10人目と11人目はこの3冊のところにありますので3冊ですので中央値は3冊、これが丸ですね。で最後、平均値なんですがこうまず総数を数えてみます、0冊の人が2人、1冊の人が 3, 3人ということでこれ全部足していきますと51冊、まあ、このクラスでは51冊全部読まれたと、でそれを20人で割りますので2.55冊ですので2.3冊ということにはなりません。 ということで、うが正解ということになりますので、えーですはい、で本日までで中1の、えー、3月あたりに学ぶべき統計の処方のところをやりましたので、明日から中2の確率、特にサイコロの確率の話に入っていきます。ごご清聴ありがとうございました。